今回は三角スタンドのワンパックベストを紹介します。三角スタンドが秋シーズクイーンのしのぎに別注をかけたベストです。フロントがスナップボタン式です。合わせ部分に余裕があってお腹が冷えない構造、重さも 160g ぐらいです。でも着心地がとっても軽いのが特徴だと思います。締め付けが全くないベスト。中綿はウールが 80%、 ウールの防寒着です。低山遊びにはちょうどいい感じのベストで、ベストは好きでいろいろなベストを持っているので紹介します。今までよく使っているのはこの OR のリフュージュベスト、こちらも化繊のベストです。そこまで分厚くはない防寒着、ちょっと低山で休憩するにはもう十分すぎる防寒着。フリースのベストなどは結構売ってるんですが、こういう防寒着系は全く売れないのでなかなか売ってないです。こちらはアウトドアリサーチ、マーモットの名品ドライクライムウィンドシャツのベストバージョン、未だに使ってます。何かと使いやすいウェアです。ナイロンの薄手のシェルに裏がトリコット、マーモットのドライクライムウィンドベストの使いやすい点は背中部分にトリコットが貼られてないことです。ペラペラのナイロン、こちらのマーモットのドライクライムウィンドベストにそっくりなのがモンベルのライトシェルベスト、こちらクライマプラスメッシュ、格子状のトリコット、モンベルはサイド部分が貼られてない薄手のベストです。これももう使いやすくて2、3枚持ってます。モンベルの場合も行動中のちょっとした防寒着、風が強い時などに着てます。こちらのワンパックベストはもう休憩中でも行動中でも使える、そんな感じのウール中綿のベストです。今回は三角スタンドのワンパックベストを紹介しました。なかなか気に入ってます。